緑表紋は、蝶目縦波長下表紋蝶族に分類される蝶の一種。ユーラシア大陸の温帯域に広く分布する蝶で、和名通り甲子裏側に緑色を帯びるのが特徴である。成虫の全市長は35から40ミリメートルほど。甲子裏側は黄緑色で、外縁と中央に白い縦帯が走る。 講子の付け根にも切れ込むような縦長の白斑が2つある。この講子裏側の模様で、類似種の雲型表紋裏銀筋表紋大裏銀筋表紋メス黒表紋などと区別できる。また、前子先端に白斑がないのはオス、三角形の白い半紋があるのはメスである。羽の表側は他の表紋鳥類と同様に黄色地に黒状や黒縁が並ぶ。 オスは、反転が少なく、全市中央部に、初甲鱗状が4本の横縞をなす。メスにはこの横縞がなく、反転が大きく発達する。また、メスの一部には、羽の標則全体に黒っぽい、黄緑色を発色するものがおり、暗色型と呼ばれる。ヨーロッパから中央アジア、シベリア、中国、朝鮮半島。 日本の北海道から九州まで、ユーラシア大陸の温帯、寒帯域に広く分布する。また、アフリカの地中海沿岸にも分布する。広い分布域の中で、多くの亜種が知られるが、日本の亜種は、AP、ツシマナ・フルースターファー、1906, または AP 原社ヘミング、1934とされ、著者によって一定しない。なお、 足名の津島名は、津島、芸者は、芸者にちなむ命名である。成虫は、年1回だけ、6月から10月に発生する。ただし夏の暑い時期は休眠するので、飛び回る姿が見られるのは、初夏と秋である。成虫での期間が長いため、秋には、羽の破損した個体がよく見られる。成虫は、森林周辺を飛び回り、各種の花に訪れる。 冬は卵、または弱霊幼虫で越冬する。幼虫はスミレ類を食草とする。ありがとうございます。